キャットレンチです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は試験、マークシート方式の注意点について3つほど簡単ではございますがご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。いよいよ冬から春にかけて受験シーズンとなりますが、その試験で大体採用されているのはマークシート方式です。こうやって塗りつぶすタイプなんですが、そこで注意しなきゃいけないというのは3つございます。まず1つ目は受験番号、こちらの方もマークシート式でマークでつけるようになっています。例えば私の受験番号は24番24だったら2、2そして4と塗りつぶすのですが、間違って例えば3の方に塗りつぶしてしまったりすることとかありえますので、こちらの方を気をつけてください。次に、2つ目、問題を解いてマークシートにマークするのですが、ここで気をつけなきゃいけないのはマークシートの回答欄の記入ミス。どういうことかというと、例えば、問題、クエスチョン、1、2、3、4があったら、1、2、1、1が正解なのに、例えば、1、1、2、1と、こう、ずれて、記入してしまうことってことがありますので、こちらの2点は特に気をつけてください。自己採点で、合格ラインに達しているのに、不合格になったっていう理由の大体は、この二つが原因です。受験番号の記入ミス、そして問題の記入ミス、回答に対する記入ミス、そして三番目なんですが、どうしても時間内に解けないような問題とかがあったら、これ難しいなって思ったら、大体この手の問題は五択とかになってますので、そのうちの私でしたら三番目塗りつぶします。そして問題用紙にクエスチョンをつけて先へ進みます。時間内に問題を解ける一定量の正解が出せるっていうことを問われますので、時間配分にも気をつけてください。五択ですので好きな番号を記入すれば20% の確率で正解になりますので、塗りつぶしておくことは塗りつぶしておいて損はないです。そしてマークシートの場合、楕円形の場合でしたら、まず塗る場所は真ん中から塗るのではなく、こう縁から塗っていってこういうふうにして塗りつぶします。その方が綺麗に塗れますので。そして、ペース配分、問題の解き方のペース配分ですが、例えば、60問があったとして、それを、60分で解けということになったら、55分以内で、全問解けるようにしてください。残りの5分は、受験番号の確認と、名前の確認、および、回答へのマークシートの、記入ミスの確認と、そして余った時間で、不明な、解けなかった問題の、を解いていくということで、ペース配分を決めて、回答することをお勧めします。また、受けたい、例えば、中学、高校、大学の、資格等でありましたら、その過去の問題と、その付録についているマークシートを使ってコピーして、そのコピー用紙を使って、実際に解くことをお勧めします。意外と、ケアレスミスとかがありますので、そういうのを、繰り返し繰り返し、練習することによって、実際本番での試験での
焦りとかそういうのが緊張とかそういうのがなくなりますので、なるべく過去問を解くことをお勧めします。ではまとめですが、マークシート方式の場合、3つ注意しなきゃいけないことは、受験番号の、マークを間違えないことと、解答の記入ミスを間違えないこと、そして分からないところは、とりあえず塗りつぶしておいて先へ進むということです。以上です。Thank you.